はい、坂翔です。今日はね、またちょっとね、スパイファミリーなんですけど、これね、スパイファミリーのフィギュアーズミニっていうね、フィギュアの動画になります。でね、今回は、ベッキーと次男なんですけど、最初にね、フォージャー系、全部、ボンドと、ロイドさん、ヨールさん、アーニャの動画が出てるん で、そちらもね、もしよかったらご覧ください。はい。で、今回はね、さっきも言いましたけど、ベッキーと次男ですね。ダミアンね。じゃあね、ちょっと一つずつね、開封していきます。じゃあまず、ベッキーから開けていきます。まあ、箱はね、こんな感じで。ね。よくはこうね。一応、アーニャ。箱はこんな感じですね。よし。ちょっと開封していきます。ここはちょっとね、セロテープでいつも、普段は留めてあるんですけど、ちょっとハサミで切ってあるんで。で、あと、ここをね、ここもね、セロテープで貼ってあるんですね。よいしょ。ちょっとこの動画いつ出てるかちょっとわかんないですけど、アーニャとかの方は出てるのは確かですね。もしよかったらご覧ください。よし、開封します。よし。はい。ベッキー普通に返すね。手がこう動くのと、足がこう動きますね。足首とか動かないですけど、まあ普通にね、可愛いですね。あにゃじゃない。ベッキー、はい。一応エフェクトは、これ、手ですね。まあ、交換できるんで、ちょっと、ベッキー、交換やってみますね。どっちが、こっちにいいか。ちょっと右手の交換してみます。あ、そうか。これから見てる人もいますよね。あとね、台座が入ってて、このシリーズは。ね、こういう透明の台座が入ってて、スパイファミリーとか特に記載はないですね。フィギュアーズミニって書いてあるわけですね。で、このね、これを刺す穴がこの背中のところについてます。ここ差し込んで、台座に立たすっていう感じのフィギュアですね。ちょっとね、変えてみます。お、簡単に取れるんで。で、こうね、腕も簡単につくんですね。簡単じゃないな。ちょい硬。ちょい硬でね、硬いね、かなりこれ。頭が邪魔なんだよね。普通に硬いわ。入りました。またね、デスターシャーなんですけど、こんな感じでね、交換ができますってことですね。で、これがまずベッキーですね。じゃ次はね、ジナ、お見せします。一回溶かします。じゃジナね。ジナ箱こんな感じ。ね、さっきのベッキーと一緒で。よく男ね。特にね、絵とか、スパイファミリーの絵とかは描いてないですね。このフィギュアの顔ですね。で、ベッキーとね、このジナはね、めちゃくちゃ安いんですよ。なんか、700円とか800円とかで買えるんで。ね、ぽい、あ。よし、またちょっとね、セロテープ。人気がないのかわかんないですけど。まあね、一応、フォージャー機集めたらね、この、まあ、あとね、一応予定としては、フィオナと、ね、弟も出てるんで、ヨルさんの弟も出てるんで、そちらもね、買おうと思ってます。あ、かっこいい。はい。ね。ジナ、ダミアンですね。首動いて、まあ、手はもうこう、腕組んでるんで、ちょっとね、あれですけど、動かないですけど、足はこう動きますね。で、後ろこんな感じ。めっちゃいいっすね。で、エフェクトが、まださっきも同じ腕。腕ですね。はい。こんな感じ。さっきちょっとベッキーの方で交換やってみたんで、まあ、今回はね、
普段はやんないということで、まあ、こんな感じです。ちょっとょ、はい、はい、で今回はねこの2つ、ベッキーと次男ですね。ね、今回もね、最後までご覧いただきましてありがとうございます。今後もね、スパイファミリーの動画は、まあ、ちょくちょく出していこうと思ってるんで、まあ、予定としては、まあ、一番くじがもしかしたら出てるかもしんないですし、で、あと、スパイファミリーの、ビックリマンチョコが出るんで、まあ、それもね、また買おうかなと思ってるんで、もしよかったらご覧ください。そんで一応ね、この後、立たせてるとこだとか、アップしてるとこだとか見てもらって、本日の動画終了になります。はい、失礼いたします。